どうも、作詞コンサルタントのひろいです。動画で身につける作詞家の思考法、第18回目の配信となる今回は、サビ、Cメロの役割と制作のヒント、こちらをテーマにして、お話ししていきます。それではレクチャー開始です。さて、今回はですね、サビパートの、お話をしていきます。前回の動画でですね、物語の起承転結についての、いろいろ大切なお話をしたわけですが、今回はサビのパートの作り方についてお話ししていきます。なぜサビパートからかというと、まあ一番重要なパートであることと、何事においてもですね、制作をするにあたってコツがあるんですね。そのコツというのが、ゴールから先に作ってしまうというコツです。特に物語、ストーリー性のあるものを作る場合、ゴール、オチ、結末、そういった一番重要な最後の部分から作る方が、要は物語のまとまりがぐんと良くなるんですね。かつ、まあ、結局のところ最終的にどうなのっていう、その最後オチの部分がしっくりこないと、要はリスナーが満足する終わり方にならないと、結局そこで完成度っていうのはほぼ全て決まってしまいますので、だからこそこのサビのパートの、重要性のお話からまずしていきたいと思います。まずですね、サビらしいキャッチフレーズ、キャッチーなフレーズを作れと書きましたが、よく聞くと思うんですよ。キャッチーなフレーズとかって聞かないですかね。要するにはキャッチーってどういうことかというと、覚えやすいですね。もう単純にそれでいいと思います。覚えやすい、わかりやすい、そういったフレーズ、歌詞においてはそれを、サビらしいキャッチフレーズというふうに、まあ、覚えてください。で、そのキャッチーなフレーズの作り方のコツとしては、まず言えるのはですね、一度聞いたら覚えてしまうくらいの分かりやすくてインパクトのある、そういったフレーズのことですね。そして思わず口ずさんでしまうような覚えやすいフレーズ、どちらにせよ覚えやすいというのが、このキャッチーなフレーズを作る上で非常に重要な要素になります。だからまあ、ものすごく分かりやすい例えで言うと、子供向けのアニメ番組のテーマソングとか、ものすごく覚えやすいですよね。あれぐらいインパクトのある分かりやすいキャッチーなフレーズって、まあアニメだったら本当作りやすいと思うんですけれども、要するにそれぐらいの強い印象のあるフレーズを作るに越したことはないということです。で、次はですね、サビのまあ作る上でのコツの話、続きなんですけれども、一曲の中で最高潮に盛り上がる作品の顔となるパート、それがサビだと思ってください。それを意識して作ってほしいということです。で、サビというのは、先ほど冒頭でも言いましたが、オチでありゴールとなるパート。役割としては、もうオチ、ゴール、ほぼほぼそれがサビの役割だと思ってください。で、あるからこそ、このサビパートの完成度が非常に重要で、この完成度次第でほぼ作品の出来というものが
決まってしまうと言っても過言ではありません。要するには、自分が、あなたがリスナーである立場で考えてみてほしいんですけれども、好きな曲の最初に覚える部分ってどこかっていうと、大体サビだと思うんですね。サビが良くて、じゃあフルコーラスで聴いてみよう、あ、他のパートもいいな、全体的にすごいいい歌詞だな、いいメロディーだな、そういう印象になっていくと思うんですけれども、第一印象のおおよそほぼほぼがサビのはずなんですね。っていうのも、それは他にもいろいろ理由があって、例えば CM とかを思い返してみると、 CM のタイアップ曲っていうのはおおよそサビが流れてるんですね。あとはドラマ、ドラマはまあワンコーラスなんですけれども、ワンコーラスであるにしろ、ドラマの CM でも楽曲を使う場合はサビのパートが流れてると思います。それぐらいサビとは、サビパートというのが非常に楽曲の中で顔となるメインの部分なので、だからこそもうここの作り込みは一番力を入れなければいけないとこというわけですね。で、下に書いてありますけれども、特にワンコーラス目は重要、タイアップ曲となればまさしく勝負どころのパート。要はあなたがもしプロを目指す場合、プロになってからのことを考えていった場合、タイアップ企画の楽曲を制作するということになった場合、そこを意識しなければいけないというわけですね。この部分が最も重要視して使われるということを想定して作らなければいけないので、たとえ他のパートの出来が良くても、全体的なバランスが良くても、サビのインパクトが弱いとかちょっと違うっていう風になると、採用されるかどうかっていうのがちょっと危うくなるわけなので、なのでこのサビパートの役割と作る上でのコツをしっかり頭に入れて有効活用してもらえたらなと思います。そしてですね、サビパートを作りながら同時に考えるその他の面の、制作のヒントについてのお話をしていきます。まあ、どういうことかと言いますと、サビパートのお話を今回いきなりしている理由が他にありまして、普段から制作をするのであれば、サビパートのみを作る練習とか、サビパートから作るように習慣づけるとか、書き慣れないうちはそういったことから始めていった方が、効果が高いと思います。なぜなら、サビが良くなければ結局曲の出来がし、良し悪しが決まってしまうということになっていくわけですから、サビパートをしっかり作れるように最初からしていくに越したことはないということですね。かつ例えばサビパートだけを毎日じゃあ一つ二つっていう風に作るようにして、サビパートのみを作品のストックとして貯めていったとします。そういうことをしていくと、いざという時にこういうテーマのサビがいくつかストックがあったから、それを使ってうまく組み合わせたりして作れないかなとか、例えるならばそういうことができるわけですね。まあ僕はめんどくさいのあんまりしないんですけれども、やろうと思えばできることです。で、そういうやり方をしている人も正直いますので、効率がいい方法の一つではありますね。なので、まあ一つの、参考の方法として、まあ頭に入れておいて損はないかなということでお話ししていきます。で、ですね、で、サビパートを作りながらっていう書いてありますけれども、要はさ、今さっきお話ししたように、サビパートを先に作るようにする、サビパートだけを
ストックして作っていくっていうことをやっていった場合のお話だと捉えてください。要は何もない状態からまずいきなりサビを作っちゃうっていうふうに作詞をしていったとしてのお話です。で、まず言えるのが、サビを作りながらこの作品のタイトルはどうしようかということを考えてみましょう。まずこれが一つ目ですね。で、書き方って結局作詞っていうのは本当に自由なので、これという方法を決めてそれしかできないとか、それに執着しなきゃいけないっていうことはないんですね。人それぞれなので。だから例えばもしいいタイトルが先に決まっていたんだったら、それをタイトルにしてそこから掘り下げて書いていけばいいんですけれども、漠然と何も決まっていないという状態から始めるのであれば、やはりもう重要なのはタイトルも非常に重要な部分なので、サビをいろいろ想像しつつこのタイトルも考えるべきなんですね。で、おおよそ作品のタイトルっていうのは重要な部分から引っ張り出して作る、命名する場合が多いので、そうなっていくと要はサビを作りながらタイトルが決まることはわりかし多いかと思います。で、なおかつ伝えたいメッセージや表現を用いることが多いパート、それがサビなので、タイトルに命名するためのヒントを、要はサビを作りながら掘り下げながら探すということができるので、効率を上げられますよということですね。なので順番は本当にどちらでもいいと思います。漠然と思い、何も考えず、とりあえずもうイメージでちょっと伝えてみたいことをなんとなくサビにしていくとか、そういうやり方も構わないと思うんですけれども、もしそういうふうに漠然と何もない状態からサビを作った場合、必然的にタイトルというのはやっぱり考えなければいけないので、であるなら同時に考えていくべきだし、もし逆にタイトルから先に決めてしまうというんだったらタイトルから先に決めてもいいと思いますし、順番はあなたの、やりやすい方でいいと思うんですけれども、どちらにしろどちらも重要なので同時に考えようという、そういうことですね。で、2つ目、作品のメインテーマは何かを同時に考えるべし。メインテーマ、これも重要になりますね。作詞においての重要な三大要素とも言えると思います。サビ、タイトル、テーマ、この3つがしっかり決まって、要はそれぞれがちゃんと噛み合っていないと作品の出来というのは非常に大きく左右しますので、そこの噛み合い方次第で完成度の上がり下がりが決まってしまうところもありますので、テーマについてもちゃんとブレずに決めておくべきですね。だからそうですね、書き慣れてしまえば何も考えず、ただもう感覚から言葉を拾って、音から言葉を拾って、サビから作っていって、そこからテーマを掘り下げていくとか、タイトルを命名するとか、そういったやり方はできるんですけれども、まだそういったことがちょっと難しそうだなっていうのであれば、タイトルから決める、あるいはテーマから決める、どちらか先から決めて、そして次にサビに作ってみて、でタイトル、いやこの3つが結局は重要なので、この3つを常に頭にちゃんと作り込むべきところだということを頭に入れながら作っていくべきですね。で、書いてありますけれども、タイトルと同じくらい重要なので、これもサビを作りながら掘り下げていける、サビを作りながらでもテーマについては深く掘り下げていくことは可能ですよということです。で、基本的には分かりやすいテーマほどリスナーも分かりやすい、
これを頭に入れておいてください。どういうことかというと、要は分かりやすいテーマほど分かりやすいって当たり前のことですよね。例えば恋愛、失恋ってもうテーマが決まっていたら、もう失恋ソングなんだなって簡単に分かると思うんですよ。これがもし失恋であっても、四角関係の失恋問題で登場人物が4人いて、こういう状況があれこれとかって、内容がこんがらがっていけば、要は内容が複雑になっていけばいくほどリスナーは読み取りにくくなっていくわけなので、分かりやすいに越したことはないということです。だから失恋で四角関係はちょっとやりすぎだから三角関係にとどめて、三角関係もちょっと複雑になるかもしれないから、三角関係なんだけど第三の登場人物はちょっと軽めにしてとか、まあ調整をする必要も出てくると思いますし、あとはそうですね、あれもこれも、要は失恋、人生の悩み、社会風刺、いろんな要素をごっちゃごちゃに入れれば入れるほど、要はまとめるのがまず難しくなるので、きっちりうまくまとめられるんであればいいと思うんですけれども、そこもやはり書き慣れないうちはなるべくやらない方がいいと思います。書き慣れていけばできるようにはなると思うんですけれども、書き慣れないうちは、例えば恋愛の歌と決めたんだったら、もう恋愛だけに特化した歌にする、社会風刺の歌にするんだったら社会風刺にする、応援歌にするんだったら応援歌にするといったように、ボンと分かりやすいテーマをちゃんと決めて、それに集中して書くようにした方がいいと思います。でそうやって分かりやすいテーマをボンと決めてしまえば、サビもそのテーマ、それをテーマにしている歌だよということが分かりやすいサビにすればいいだけですから。なのでこのサビ、タイトル、メインテーマ、この3つの3大要素は非常に重要なので、これを常に、どこから作るにしろ頭に入れながら、やっていってほしいなと思います。まあということでですね、サビパートのお話、制作に関するお話を今回はしましたけれども、先ほどもお話ししましたが、サビパートだけを毎日1個以上作るなんていうやり方でストックしていくっていう方法は、書き慣れないうちは非常に効果的なんじゃないかなと僕は思っていますし、そういう指導をする時もあります。要はサビ以外のパートっていうのは、サビがあってなんぼなところがあるので、どうにでもなるんですね。ゴールを先に決めてしまえば、スタート地点をどこからにするかとか、その途中経過をどうするかとか、そういったことはいくらでも後で考え直せるし、作り直すのが楽なので、サビをしっかり作り込めなければ、本当に作品の出来はほぼほぼ決まってしまう。それはもう本当必然とも言えることなので、なのでサビパートを作るにあたって、ぜひ今後の参考にしていただけたらなと、思います。はい、ということで今回のレクチャーはこれにて終了です。わりかし短めの内容にまとまるかなと思ったら、ちょっとババーっと話してるうちに結構そこそこの時間の内容になりましたけれども、サビというのはとにかく本当に作品の顔なので、全力を注いで作り込めるように、そのヒントとして今回のお話が、お役に立ってたら、幸いです。今回、お話しした内容もマインドマップ化した PDF にまとめて、50にダウンロードできるようになっておりますので、 YouTube をご覧の方はこの動画の説明欄にある詳細から、またブログ記事をご覧の方はこの記事の後半内容から、それぞれ URL をクリックして、ぜひダウンロードして有効活用してみてください。
あと、お知らせの方ですが、以前お話ししました新たな別番組についての話なんですけれども、もう近日、明日明後日ですかねには公開開始、配信開始をする予定なので、どうぞお楽しみにですね。はい、ということで、こちらの番組の方も、次回もお楽しみに。今回の動画もあなたの音楽活動に少しでもお役に立てれば、幸いです。お相手はひろいでした。